で異例検証でもう,もう一つ、私が出てくる記事がございます、先越ながら、はい、産経新聞ですね、75年前の米核実験で沈没した戦艦長渡異例検証祭。 旧日本海軍の戦艦で唯一稼働状態のまま終戦を迎えながら、75年前の昭和21年7月29日、南太平洋マーシャル諸島のビキニ干渉で米軍の核実験の標的となり、沈没した戦艦長門の慰霊検証祭が29日、山口県下関市の住吉神社で、えー、催された、<laughs> 旧日本海軍の艦艇には、航行の安全と分長徴を祈り、えー、国内の神社から分霊した艦内神社が設けられていた。戸の場合

一連の核実験では、長門の他にも多数の艦艇が標的とされたが、長門は2度,の核、えー、2度の爆発実験でもすぐには沈没せず、4日間も海上に浮かび続けたという、数時間で沈没した他の標的船と比べ、長時間耐えたことから、当時国内では造船技術の優秀さが証明されたと話題を呼んだ。異例検証祭は歴史学者で大阪観光大学講師の久野淳氏が呼びかけ、地元の関係者ら約40人が参列した。久野氏が新型コロナ コロナウイルス下に苦しむ今こそ、コロナ禍以上の国難に立ち向かった英霊を仰ぎ、日本再生の道を模索しなければならないとするサイモンを読み上げた後、参列者が玉串を奉納した。 住吉神社の社務日誌には長戸に関係する記載が多数記載された残されている成瀬道夫宮司はその中で昭和11年に高橋三吉連合艦隊司令長官が山口県への寄稿に合わせて長戸の館内神社の分裂元である道神社に参拝した記,録が記載が残ることに触れ関係者からいかに大切に信仰されていたかを示すものだと指摘したその上で成瀬宮司は長戸は75年前に沈没してしまったが今も館内 には住吉神社から分裂された祭神がおられると信じている、そのことに思いを寄せ、後世に伝えていかなければならないと語った、式典では戦前の艦海軍艦船の精密な鉛筆画を描き、館内神社の分裂もとに奉納活動を続けている鉛筆艦船画家、菅野博之氏が長門を描いた同慶、我は海の子、戦艦長門、えー、2588も奉納されたということでね。はい ええー、まあこういうことで。まあ。 この,この記事でも、サイモン・ソウジョウの写真を新聞に掲載いただきました、でこれね、ね毎年こういうふうな感じでやっていると、だんだん私の,あのちょっと頭が薄くなっていっていっていうのがあの証明されるようなことはあるかもしれませんが、いや載せていただけるのはありがたいことですので、この「関山系新聞」のほかには、えー山口新聞、地元の山口新聞さんと毎日新聞さんも、えー、記事にしていただきましたけれども、はい、長門ですよ。えー、長都は、まあ、あの長はの国かからら取ってますから のの一宮の住吉神社住吉神社というのはです、ね、下関という、まあ、関門海峡の本州側にありますよね関門海峡の今度九州側ねの,あの福岡市の博多にも住吉神社があって筑前の国一宮なんですだから関門海峡を挟むようにして筑前の国と中田の国で一宮が住吉神社なんですが住吉神社っていうのはですね底筒の御子と中つの御子と,中ずつののみこと大筒の御子とってだからこのの御子と。 住吉三神と言われる神様が。 えー、今から1800年前の神宮皇后にある新羅征伐三冠征伐の後悔の無事を守ってくれた神様だとされていてでその後悔無事の上で、えーまあ、戦わずして新羅を屈服させた戦わずして新羅が屈服したのを見たコウくだらも屈服したということで戦わずして朝鮮半島を平定したわけですね、はい、日本の理想的な戦争ですよ。でえー、そそのの帰りにに当然あの関門海峡を通るわけですがその際に神宮皇后 がえー、この住吉三振あの三柱の神のおかげで、えー、後悔が無事だったということに心憎感謝を示すために。えー この下関の住吉神社を建てたというふうふに言われていますねだからそれでさらにその後大阪まで戻ってきて建てたのが今の住吉大社ですよ、まあ、昔は寛平大社住吉神社だったわけですけれども今寛平大社というさっきっ社格が戦後ねなくなってしまいましたからただ単なる住吉神社やったら他の住吉神社と一緒になっちゃいますから、まあ、総,本社総本宮でもあるということで寛平大社住吉神社から住吉大社と呼ばれるようになったわけですけれども その総本社である住吉大社よりも実は先にできてたということを、ねまあ、誇りにしている神社でもありますこの <laughs> まあ先ほど出てきた由良,の、えー、由良神社を兼務するあの脇宮神社の宮司様にも、ね、大変あのいろいろご教示いただいてお世話になったわけでございますけれどもでこちらの住吉神社の成瀬宮司にも大変お世話になりましてです、ねえー、もう今から9年前ですかね、えーまあ、あれは5月。 9年前の5月ですよあのゴールデンウィークの休みを利用して、まあまあ、休みといっても私にとっても絶好の取材日和なんですけれども、えー、九州でいろいろ、まあ、九州で関内神社の、えー、調査をした後そのまま北上して、えー、宮崎から北上して、えーまあ、福岡経由であの下関 に行ったわけですね、まあ、その途中、福岡で寄って、私の家庭,家庭教の人とも家庭教師で教えることになる人ともご縁があったわけです、まあ、家,庭家庭教というのは家庭外教師でしたけどね、でえー、その初めて行ったとき、まあ、もちろん手紙を書いて、その上でお電話もして、お尋ねしたわけですけれども、当然ね、館内神社にて調べてほしいとか言ってもね、なんか、えーまあはあの、宮司様にご本人にも言われましたけれども、なんな,なんだという話ですよね。まあ、当時は まあ今でもそうかもしれませんがあの当時は少なくとも 私研究者としても無名でしたから、まあ、な名も知らぬなんか若造からですね、えー、お宅の神社が戦艦中での館内神社だったはずだから昔の資料を調べてくれと言って何なんだってなりますけれどもその時、宮司様の、ね、思うところもあったんでしょうねいや、本当に、えー、がっつり調べてくださってですねで私があの参拝させていただいた時にはですね、えー、宮司様は自らあのシャムニシもうその、その時点からでも、えーまあ、80年前とかの シャムニシに付箋を張りながら、こことここに戦艦長と軍艦長と関係の記事がありましたということをね、さんは自らお調べくださってたわけでございますよ。ね <laughs> ねそれ以来長いお付き合いになりますが、まあ、あの、先日もちょっと、あの、ご縁があって参拝に行ってきたんですけれども、本当に、えー、その後も、 長門のことを何とか伝えたい長門と住吉神社の関係を伝えたいということで5年前に、ね、戦艦長門沈没70年慰霊検証祭というのをさせていただいてなんと現職総理大臣の安倍さんからもメッセージをいただきました、ね、ありがたいことでございますでその時にですね、まあ、あのお話になってたことでまあ 巷では去年、去年というだからその前の年ですね、えー、終戦70年ということでいろんなとあの世の中のね行事とかがあったけれども、えー、私は長門沈没70年をこうやって、えー、ちゃんと収めるまではあの私の戦後70年は終わらなかったんだというそこまで言っておっしゃってくださってね感動いたしましたけどでせっかくだから式年にしようということで75年沈没75年に当たる今年も慰霊検証祭をさせていただいた。その時ににままあ産経新聞さんにここまで行為的に 取り上げていただいたということでございますね。産経新聞さん、ありがとうございます。あ、そして山口新聞さんと毎日新聞さんもありがとうございます。